最近ライトさんがよくそのビップマッチの動画を出してるじゃないですか。戦闘力一番上行きたいみたいな。あれってさ、収録なのか、それとも録画に後付けで声を乗せているのか。たくさん後付け実況とかできる余裕。後付けの方が楽や。あ、戦闘力上がる。これあとどんくらい。ずっと戦闘力気にしてマジでビップマッチするのしんどいな。ちょっとつら。おお、あと4000じゃん。でもすぐいけんじゃないなったんですけど、はい、プロゲーマーっていまだに収入面とか大会外のビジネススタイルがはっきりしないから諸行して見られづらい印象あるんですけど、実は外に見るともうだいぶ職業として認知されがちだからな。古い印象かもしれん。変えてこ、マインド。できるベンチャー企業の社長みたいなこと言っちゃいまして、失礼。実際月収どのくらいとか分かりづらいです。分かりづらいってそりゃ分からねえだろ。お笑い芸人がどんぐらい儲けてるか分からんし、そりゃ他の職業にも言えるような。プロ野球選手はどのくらいとか大体分かるじゃないですか。年俸で言っとる。別に年俸公開してないからな。これはもう職業にありきじゃないか。俺分からん、お相撲さんいくら儲けてんのか。うお、当たったホームラン。目指すってなったら金銭面の下調べって大事じゃないですか。目指すってなってるやつはプロゲーマーなれんかもだ。結果的になってるもんがプロゲーマーだから、金目的でプロゲーマーになりたいとかだったら結構厳しいんじゃねえか。もっと情熱に燃えてるやついるから。情熱に燃えた結果金銭が手に入ったのであって、最初から金銭目的で行くと厳しいな。今は目指すんじゃない。大体なれんかもな。じゃあやってたらなってたのに。そう、お金ってどんぐらいもらえるのかなみたいな人はサラリーマンの思考をしてるから、サラリーマンになった方がいいと思う。損得感情抜きでやりてえなって思うからできることなのでは。お笑い芸人だってそうでしょ。お笑い芸人って稼げるんだよね。じゃあやりますってやつ絶対売れねえと思うわ。金目的ならスマブラじゃない方がいいかな。スマブラも儲けられますよ。僕見てください、儲けてます。別にスマブラでもいいです。エペックスとかバロンの方が現実的じゃない。全然現実的か。こっちの方が大変そうだけどね。賞金だけで見ても結構きつそう。だって5分割とかだもん。でコーチとかいろいろ含めたらもっとあるでしょ。もっと取り分減るでしょ。賞金だけで見るなら別にそんなにコスパ良くなくない、団体競技って、と思いますけど。俺が言いたいのは、あまりネットの意見を信用しない方がいい。FPS がゲームが多くなったゲスト、スマブラスタイルの人。でも FPS 系ってどんどん新しいゲーム来るから、廃れることはないと思うよ。一つのゲームがずっと栄えるか知らんけど、FPS ってジャンルだからさ。ここもネットだぞ。そう、だからスマブラって稼げないから、稼ぐなら FPS 系だろうなって。いうのは別に何の根拠があって言っとるんだという話ですよ。俺が言うならわかるけど、お前ら別に有識者じゃないだろうっていう。俺の方を信用してよ、そこはっていう。だって俺の方が有識者だろう、スマブラで飯食ってんだから。実際じゃあ大乱闘スマッシュブラザーズでどうやって稼ぐのっていうのをちょっとみんな気になると思う。じゃあ俺が今からちょっと例見せるね。サブスクください、サブスクください、サブスクください、グッサブスク、ほんと、ほんとください。ダイラントスマッシュブラザーズで僕本当頑張ってるって、本当サブスクくださいよ。ありがとうございます。ティアワンサブスクギフトありがとうございます。こういうので僕たちは生きてますね。はい、だいたい予想ついた。うん、これで稼いでうまいか。うめえよお前、ハンバーグ食べたい今。俺についてこい。お前らがプロゲーマーを目指したかったらな、これ一緒やってたら億万長者じゃん。でも一緒やるとまた始まったっつって、こういうことをしてくれないので、ガチで金が欲しい時にやる。ガチで金が欲しい時は俺この手使うから、お前ら助けてくれ。世界戦闘力最高段位、めちゃめちゃ時間かかるんじゃが。一回上がっても300とかだよ。何連勝したらいいんだろう。まず戦闘力が上下する相手見つけなきゃいけないんだよな。よし。
こんなに危ない試合をやっても戦闘力がもらえないこともあります。大乱闘スマッシュブラザーズですから、まあそうですね。だから戦闘力を気にするとしんどくなるんですよ。もう戦闘力しか見んから良くない。人間として、人は数字じゃねえだろう。戦いってのは対話、数字を取りたい、そういうんじゃない。今戦闘力がピチュって動いたのが嬉しくなっちゃった。よくない。戦闘力はあくまで副次的なもの。対戦がしたいだけなんだ。かまったなこと。殺してくれ。俺はいつからか求めちまってる戦闘力を。最終形態は負けそうになったら大パン切断になっちゃう。切断すれば戦闘力も下がらないのは、あれ下がるんだっけ結局。下がるけど相手が上がる。あ、じゃあ普通に嫌がらせなんだ。俺が下がんないんだったら、断罪の切断をしていたかもしれん。じゃあ切断で消えてった戦闘力はどこに分配されるの？カジノ側の手数料。そんな、任天堂が私服肥やしてるだけかよ。これ続けて戦闘力デフレさせよう。ああ、なるほど。確かにこんなものがあるから人は争うんすよ。俺が切断をすることによって戦闘力を、全員の戦闘力をゼロにすればいいんだな。さっき当たってたまたまつけて当たってびっくりしました。ありがとうございました。あ、こちらこそ。対戦ありがとうございました。2ストック取れたけども嬉しいです。おい、俺の勝ちだから。言われたら悔しい言葉。まるまるストックは取れたからよし。勝ったのにめちゃめちゃ負けた気分になる。1ストックも取れなかったけど満足です。なんかちょっと負けた気するわ。満足させられたくない。欲求不満になってほしいから、満足ですがやばいな。悔しい。なんか知らんが。そういえば昨日満足さんに、な、TRPG やらんの？ってめっちゃ言われた。俺がガチゲームマスターやるから、やってほしいって言われて。ケプ、パセ、俺、オム、あとエツ。TRPG をやれと言ってたんで、やるかも。俺はロールプレイが好きなんだ。あ、天空カジノさんだ。マダミスやるんですか？あ、まあ、マダミスかな？TRPG っつうか。おお、天空カジノさんってやってたら多分戦闘力が下がるぜ。ここで退散させてもらう。俺は知的な男だから。リスク管理もちゃんとする男。ガクト、ありがとう。あんたとやってたら戦闘力なくなっちまうんだ。今日はもうこれで勘弁してくれ。戦闘力がこの友情を崩壊させた。もうあの頃には戻れない。やっぱビップマッチやってるとさ、先ほど戦ったものです、対戦ありがとうございましたって言ってくださることがやっぱ増えたんですけど、嬉しいこと言いたいわけやん。なんちゅう言われたら嬉しい。配信してる人と当たって対戦ありがとうございましたってコメントして、なんて言われたら嬉しいかなっていうのを毎回考えてる。アドバイス普通に、でもアドバイス求めも、いや別に求めてねえけどなみたいな時よ。プロかと思いましたらいいかもしれん。もしかしたらちょっと煽りかもしれない。そんなこと思ってないくせにさ、みたいな、そういう、うがった人もいるかもしれないので、試合中に強すぎだろとか言われたりしちゃう。なるほど。まあ、確かに、その後のアーカイブ、まあ、見返す人もいるよね。その時に、強すぎだろってやっぱ言われたいか。毎回毎回言ってたらさ、ちょっと安っぽくなっちゃうからさ。どうでしょうね。ああ、強すぎだろ。名前呼んでほしいのかと。玉木。玉木。この人が後でアーカイブを見たら嬉しいと思うだろうな。あ、許さない許さない許さない。タイヤリでした。あ、対戦ありがとうございました。なんて言えばいい、好きです。楽しかったですね。本当に配信してる人と当たって言われたら嬉しい言葉を言ってるんですけど、あ、プロかと思いました。多分嬉しいやろうな。本当の愛を感じました。え、ラブ&ピース。めっちゃ名前も呼んでました。玉木って呼んでました。名前呼んときましたんでってか確かに嫌だ。形式バッているから。ルビーの命中率エグすぎる。まあ、PK サンダーだからね、それはエグいわ。命中率は必中なので普通に。っていうかよく考えたら、なんか吉田さんのウェビーは命中率エグすぎ、エッグスナイパーとか言われてんのに、俺の PK サンダーはなんで言われないんですか。当ててるんですけど僕も。言われたいの、まあ、言われたいかも。ガクトのサンダースナイパー。俺もなんかそういう異名欲しいんだけど。皆さんの二つなって何？デストロイハデスのガクト。そしてブロック着地のガクトでもあります。お、ケツ。矢浦からもらったお菓子食べていい？クリパイ食べますね。別に特に何も持ってないけど、特に何か思うことないですよ、もちろん。ないですけど、まあ、事実としてちょっと言わせていただくと、マシモは何も持ってきてなかったな。なんならもぐもぐ食べてましたけどね、ヤウラのクリパイを。正直でも、なんだろう、あんまいらんけどな。逆に俺、あ、ヤウラくれるんだ、嬉しいってなった。
もうくれないもん前提だと、前提だからね、こういうのは。特に何も思わんし、お土産なくても。あったらいいじゃん。まああったら嬉しいけど、別になくても特に何も思わんが、矢浦は俺ルート入ろうとしてる。あぶねえ。決死の勝利。こいつ。ただ、戦闘力をいただいた。あれ？もしかして、今、6000って書いてあった。てかさっき俺の戦闘力全然低かった。連戦中で嬉しかった。いや、戦闘力が関係ねえ。ただ、戦闘力見ちゃった。あれ ?6400 だっけ ?6525。じゃ足りてねえじゃねえか。再起動で増えるチャレンジするか。え、なに再起動で増えるとかあんの？え、なにワサップ？あのライトさんもやってた。あ、そうなん。お前らどんだけ戦いたくねえんだよ。再起動して到達してたらめちゃめちゃ冷めるよね。はい、下すまー。ポコピロン。あ、よいしょ、普通に超えたぞ。超えましたけど。お、果て来ました。来ましたね。これ、ギリだな、マジで。結構離れてんだな、段位24と25って。あ、やばい、どんどん増えてない？ちょっと、あれ？待って。今30ピュって上がったけど、6541。6686。やばい、もう。再起動で対抗する。あ、はい。6545が？お、728、ほんとだ。上がってる。さっき6000だったのに、7000になった。VIP マッチ、もう行きたくない人の気持ち分かった。もうやりたくない。負けたくないから。他のキャラを桜井にしよう。記録されるから。じゃあ次はベレと1400万いくわ。